広域広報とは、航空機の広報の一つであり、機上に自動広報装置等を備えることで、従来の無線広報のように、航空保安無線施設の位置に左右されることなく、ルートを設定する広報システムである。RNAV とも略される。ボルデメと RNAV の比較位置図上、VOR、DME を経由して飛行する広報図鑑。 RNAV ルートを飛行する航法従来の航法システムでは航空機は地上の VOR や DME といった航行援助無線標識によって規定される電波航空路内を飛行することが求められていた。ボードムと呼ばれるこれらの施設が点在しており遠回りのルートを強いられたり時間や燃料消費の面で多くのデメリットがあった。広域広報では 航路上の無線施設以外に、主に管性広報装置を使用し、無線施設からの情報を用いて、誤差を補正する。そういった各種センサーを利用した装置を航空機に装備させることで、無線施設に頼らなくても自らの位置を把握できるようにした。さらに近年では、全地球測位システムや GPS の誤差を、静止衛星や機場、地上施設で補正。 補強するシステムである衛星測位システムも利用されている。これにより無線施設の位置に関係なく飛行ルートの設定が可能になり飛行の自由度が高まる。ボルデメと RNAV の比較に着陸時に滑走路近くの VOR DME 上空を一度経由してから折り返して高度を下げる方法と RNAV ルートによって滑走路の侵入コースに 直接進む方法。ただし、実際には RNAV で規定されたルートが存在し、出発地から目的地まで最短経路を飛行することは実現していない、出発地から目的地まで最短経路を飛行する、フレイフライトは、広域広報の究極の姿であるが、仮に無数にある滑走路、空港間同士を直線的に結べば、そのルートは、 企画急数的に膨大な数となり、互いの交点を安全に通過できるような技術的、制度的な整備が、まだ発展途上であるため、実現にはしばらくかかるとされる。現実には、最短経路の実現より、ルートを VOR 等に縛られず増やすことに、重きが置かれており、逆にこれを利用して、VOR や NDB 等の施設を減らすことにも、使われている。 施設を減らせば、その維持管理費用も減少させることができる。ただし、RNAV が強く依存している GPS について、航空以外の理由による信頼性の問題があるため、従来の工法を完全に置き換えるものではない。RNAV のシステムは、1960年代にアメリカ合衆国で開発され、1970年代にルートの工事も行われた。 しかし、1983年1月、アメリカは、地上施設などによらず、完成広報装置による方法を選択したため、RNAV の計画は一度破棄された。しかし、完成広報装置のみでは、誤差も大きく、大きな誤差を前提とすると航空路の設定にも、限界があった。さらに、航空の発達による、交通量の増大で、 空域の有効利用の強化を迫られ、そこで RNAV のシステムが見直されるようになった。フライトテストを重ねながら、当初は VOR や DME で完成後法装置を補正する方法で、さらには GPS による補正も取り入れられるようになった。このキーを特定するために補正するセンサーを指定して行う方法を SBN という。SBN の段階では、 広報精度がまだどの程度なのか確定されていなかったため精度を指定せずに RNAV を設定していた SBN による運行を続ける中で広報精度の評価ができてきたことから次の段階では広報精度を指定した PBN となるその背景にはスパズ人工衛星が多数打ち上げられるなど GPS の精度が 昔とは比べ物にならないほど向上したことも挙げられる。こうした過程を経て2007年4月に RNAV のシステムが全面的に見直され ICAO において国際基準が決定された。この国際基準は ICAO-PBN マニュアルとして配布されている。日本では国際基準が設定されたことを受け JAL や NA が2007年9月に 本格的に運用することを発表した。本格運用以前には、1992年6月より、評価用の3本のルートから始まり、広域広報の運用評価が行われていた。さらに、GNSS 制度向上のためのガボズも開発されており、米国等では一部実用化されている。広報制度が指定された経路を運行するには、 規定を満たす制度の広報装置を備えた機体が航空当局の検査によってその認証を受けなければならない。広報制度は横方向、縦方向の誤差は全飛行時間中少なくとも95%は示された数値の範囲を維持できる性能が求められ、日本では広報制度の数値別に下記の種類の RNAV がある。以下の記述も含めて航空における マイルは、帰りが用いられている。米国ではさらに、RNAV にも運用されている。日本に、RNAV にはないが、工術の特別な方式による、高校の RNAV 許可基準において、RNAV-1 に対応するものを、RNAV-1、にとして設定しているため、日本の RNAV-1 を許可された、航空機は、 米国の RNAV2 の飛行が可能である。以上の1マイル以上の広報制度においては、必ずしも衛星を利用する必要はない。しかし、景気侵入を行うにあたって、さらに制度が求められる RNAV-GNSS 侵入も実用化されている。広報制度が指定されている RNAV、特に RNAV-1 や RNAV アプローチにおいては、 GPS の使用が精度実現のために欠かせない。しかし GPS は衛星の配置や保守作業、当局の都合などにより必要な精度を保障できなくなる場合がある。このため広報精度が指定されている RNA 部を使用する空域にあっては要求される精度を満足できない時間が発生するかどうかを予測する必要がある。この作業は レーム予測と呼ばれる。レーム予測の結果、広報精度を満足できない時間帯が発生する見込みがある場合は、その旨ノータムにて告知される。地域によっては、www などで確認することもできる。該当する時間帯にあっては、その前後における一定の余裕時間を含め、RNAV は使用できない。円ルートにおける、 国際 RNAV 経路の名は ICAO が各国と調整して決めており L, M, N, P のうちの1文字に1から999までの番号を付した名前が与えられる。国内 RNAV 経路の名は各国が独自で決められ Q, T, Y, Z のうちの1文字に1から999までの番号を付した名前が与えられる。 RNP とは、機上の性能監視機能と、警報機能を必要とする特別な RNAV で、ある。一般的な RNAV は、監視、警報機能がないため、洋上を除きそのバックアップとして、航空交通管制用レーダーの服域下でなければ、航行できないのに対し、RNP は、レーダー服域でなくても航行できるのが大きな、違いである。基準としては、 エンルート用の RNP4、ターミナル用のベーシック RNP1、侵入用の RNP アプッチ、侵入用の RNPAR アプッチが設定されているが、本格的な RNP 高校は2020年7月から、ILS が地理的制約により設置が難しい松本空港のみ運用されている。RNPAR アプッチ0.3が、 東京国際空港等で実験的に2012年より実施されている。参考に、かつて RNP という言葉は一般の RNAV における広報制度要件の意味として使われていた時代があった。今でも一部にそういう使われ方をしている文章があるが、現行の国際基準では上記の定義に変更されているため注意が必要である。 日本の広域広報は、航空法上、DME、スパズその他の無線施設からの電波の受信または、管制広報装置の利用により、任意の経路を飛行する方式と定義され、許容される、広報制度が指定された経路または区域において、行わなければならない広報である。本格的な運用に伴い、広域広報による飛行は、特別な方式による、 高校の一つとされた。したがって、RNAV を行うには、航空機が必要な性能及び装置を有していること、乗員、整備員、運航管理者が高校に必要な知識及び能力を有していること、実施要領が適切に定められていること、高校の安全を確保するために必要な措置が講じられていることなどについて運航者が、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 日本の RNAV ルートは4の6マイルの幅や地表の障害物からの垂直間隔などが航空局発行の飛行方式設定基準で示されている。ありがとうございます。